都州のピムリコ競馬場で開催されているサラブレッド競馬の競争である。ピムリコ競馬場の開設された1870年から始まっている歴史のある競争で現存するグレード競争としてはアメリカ国内で8番目に古い競争である。創設時はディナーパーティーステークスの名称で、これは1869年に サラトガで開かれたメリーランド州地上ボーイのディナーパーティーにちなんで名付けられたものである。ピムリコ競馬場で行われた最初のステークス競争であり、記念すべき第1回の競争を優勝したのがプリークネスであった。後に創設されたプリークネスステークスはドーマを記念して命名されたものである。1888年頃よりしばらく休止されており、 一時期は、ローレル競馬場で、大体開催されていた。その後、1924年にメリーランドジョッキークラブの、ウィリアム・ P ・リッグスによって復活されて、以来、現在まで休止することなく継続されている。当初は16ハロンの長距離競争として、行われていた。その後何度も、距離の変更を受けたほか、馬場条件もダートから、芝馬場に変更され、 現在は芝急波論の競争として行われている。かつては東海岸競馬の主要競争の一つとしてみなされ、ハノーバーやアソールトなどの有力馬の出走も多かった競争である。その権威は低下したものの、現在においても G2 競争の地位を保っている。1965年には登録馬多数のため、分割競争として行われた。 この時の第一競争において、オレアルジェンが、ビムリコ競馬場のコースレコードを叩き出したが、それから間もなくの第二競争で、フラッグがそれを破るタイムで優勝し、レコードが同日に塗り替えられるという、珍しい記録更新劇があった。2021年より、レース名称を、創設時のディナーパーティーステークスに変更されることになった。ありがとうございます。